田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム197、一体どこが神対応だよ JR、 間違いだらけの走る不動産屋と題してお届けをいたします。昨日お届けをいたしましたですね、太郎ちゃまのお話に関していろんなご意見が来てますけど、私はこれ太郎ちゃま選んだ安倍さんもきっと悩んでんじゃないかと思うんですね。なんか太郎ちゃまの批判をするとすぐ安倍様を批判してるかのように言います。安倍さんは一応それはまあそれは議員が選んだにしても国民が結果としては直接選んでる首相なんですよ。大臣はその首相が任命してるわけでございまして、国民が選んでるわけではありません。で、安倍さんがやってることは、まあ、経済の問題いろいろ見解は違うかもしれない、でも前から言ってるように私は黒田さんのやってることだけでは違うんじゃないんですかってことを申し上げてる。そうするとすぐ批判だっていう愚かな人方たちがいます。違うでしょ、真の友人ならばきちんと助言をしてあげるってことが友人でしょと、相方が歩むべき道を戸惑ってる時にはこうじゃないんですかって言うってことが大事でしょ。こんな人たちっていう言葉はやっぱりそれは強い言葉だとご自分も思ったでしょうから、そこに関してはきちんと直していただくようにしましょうよということは当たり前で、こんな人たちと言ったのも万歳万歳って言ってるようなことはまさに悲劇の引き倒しになってっちゃうということでありまして、つまり太郎ちゃんを褒めてる人たちは太郎ちゃんを批判しただけで安倍政権批判だと勘違いしてる人たちがいるけど、そうじゃない、良くも悪くも安倍政権というものを今の日本は認めてるわけですよ。とするならば太郎ちゃまのような私は獅子身中の虫はちょっと考えた方がよろしいんじゃないんですかっていうことでございます。いずれにしても英語が喋れるってほとんどバイリンギャルかと、バイリンギャルってのは私は本当に病気が2つ性病を持ってんのかって昔よく言っておりましたけども、今こんなこと言っただけで怒られちゃうんですけど、昔はポパイでもどこでもテレビでも言ってたバイリンギャルって、でもすごい英語が喋れてすごいフランス語が喋れて、いいですか皆さん、ちゃんとして謙虚に喋れる人たちはみんな言ってることであって、日本語で考えて日本語で言える内容以上のことを英語で言えてるわけがないんですよ。あはーんって言ってるようなもんでございまして、だから太郎ちゃまはいっぱい喋れるかもしれませんけど、日本語できちんと言っていただけるようにする、そしてここをやめろとかいうもうゼロサムゲームではないことをですね、拉致問題というですね大変な、悲しみを抱えている日本としてきちんとやらなきゃいけませんということで JR でございます。これ皆さん不思議だと思いません？新潟であの雪の中列車が止まっちゃった、いやもうそれ夕方の5時6時7時だからサラリーマンだろう、違うんですよ、3時からで普通の赤ちゃん抱いたままであったり、あるいは学校帰りの子供であったり、あるいはセンター入試がもう直前に控えてる高校生だったりが乗ってたわけでしょ。でなんであそこで列車をじゃあ戻るということもしなかったのか、判断がミスだったってことでしょ。列車をそんな途中で止めてしまうなどというのは前ご存知のようにですね、北陸本線でトンネル内で火災が起きた時に列車を中で止めちゃった、そのことによって人が死んでしまった、だからトンネルの中で火が起きてもわーっとトンネルを出るまでは走れと火が出ててもということは、これは不幸な経験の知恵なわけですね。小田急線が火が出たんでまあ止めた、それはトンネルじゃなかったからと、火が出てる家があったので止めたったらそこに火が移っちゃったっていうのも小田急の運転士の人の判断はどうだったのかという話だったわけです。 JR は皆さんご存知のように現場の人間がこんな変な音がするからこの列車を運休にしようと言ったのにきちんと伝わらなかったって、伝わらなかったってあなたハングル文字と日本語とあのドイツ語で喋ってるわけじゃないわけでしょ。それを東京にある中央指令室 JR 西日本と JR 東海が両方で使ってるところが現場との対話ができないというのはまさにこれはもうディスコミュニケーションなわけですね。同時に JR 東日本の新潟支社もなんであそこで列車を止めたのか、じゃあなんで戻るということをしなかったの、そしてご存知のようにですね、もう周りにテレビ局が来てたわけでしょ。テレビの人が来れるような状況、テレビの人も死の消したいってわけじゃなくて大雪だったかもしれないけど来れるような場所でいて、なんで一人ずつでも降ろすということができなかったのか、もっと言えば三条市は自分のところのバスを救援バスとして提供しましょうと JR に言ったのに、その1台のバスには全員乗れねえからバスいらねえってアホかって話でしょ。貸してくれるんだったらそれでピストン輸送しますと、他のバスも使いますと、そしてだってあんな近くまで自分の家族が迎えに来てって待ってたわけでしょ。
それをなんでできないんですか。なんで手前の駅まで戻れば駅のところでもうすぐ行けたわけですよ。それを神対応などとおっしゃる方々がいて、これを神対応だったと言った産経新聞グッドジョブと言って、果たしてこれだけの時間電車の中でいくら電気がついて暖房があるとはいえ生理状態だってあるし具合が悪くなる人もいるのに、それをなんで救えなかったんだって書いた朝日新聞はバカと言ってる人間ってのはもう全くですね、イデオロギーなどというものがついえて、まさに人のために何をするかという倫理観こそが大事な時にですね、古い周回遅れの共産国の独裁国家のようなイデオロギーを持ってるのが今のネトウヨ関係の方だということです。でこのネトウヨという言葉を使うとですね、番組ですぐにメールが来まして、多分その人たちは自分たちがネトウヨだと思ってるからですよね。つまり、まあ、丸を書いて、樹木の木とかですね、丸を書いて、季節の木とかいう言葉を使うとすぐお怒りになる方がいますけど、そういう方はやっぱり自分の後ろめたさがあるからですよ。すなわちネトウヨと言われてお怒りになる方っていうのはやっぱり後ろめたさがあるということで、だってその方々はみんなパイオクとかですね、売国奴とかって言葉を使ってるわけでございますよね。日本語で喋らない外務大臣は果たしてどれに当たるのかというクイズを出したいくらいでございますけども、いずれにしてもなんで JR の対応神対応と言ったのか、 JR の現場、各現場には立派な方々はいらっしゃいますけれども、今回に関してはやはり JR が最後頭を下げたように至らなかったんですよ。判断ミスだったんですよ。それを大きなものはいいことをやるから神対応っていうのは、まさに弱きをくじき強きを助けるというですね、愛国の風上にも風下にも風横にも置けないような問題じゃなかろうかと思います。でこの鉄道会社ってのは果たして何なのか、だけど私は走る不動産屋と言いました。まあ、JR が民営化をするということ、まあ、JR がですねイギリスのように上限分離をしなかったっていうのは、私はこれは不幸中の幸いだというふうに思っておりますけれども、鉄道会社ってのは基本的に独占企業なんですね。皆さんそう思いませんか。東京名古屋、東京仙台、他にライバルはいますか。いやいるよ、深夜バスがあるよ、あるいは自分の自家用車があるよ、あるいは在来線もあるよとか、あるいは自分のプライベートジェットが河野太郎さんみたいに持ってたらあるよとかおっしゃるかもしれないけど、これは同じ土俵じゃないわけですよ。だって時間が違うんだから。東京福岡とか東京千歳というのは、これは一応まあライバルといってもね、国内企業が実質的に2社になっちゃったから、まあそこに格安航空会社が海外が入ってきてるかもしれないけど、でも少なくとも競争関係にはあるわけですよ。鉄道会社はないんですね。そして鉄道会社が、皆さん西武線が例えば環八のところが立体交差になるまでに何十年かかったか、京浜急行の蒲田のところが何十年かかったのか。でもここには税金も投入されてるわけですよ。すなわち鉄道会社はだって事故があった時に、まさに自殺をするなんていけませんけれども、鉄道に自殺をするなんてのは膨大なお金が取られて、遺族は泣きっ面に蜂どころじゃないわけですよね。でもこれが普通の車のところにフラフラっとよろめいたふりをして道路のところで倒れて車にひかれてしまったならば、これは車の方が絶対的な加害者になってしまうわけですよね。鉄道会社が加害者になることがないわけですよ。同時に鉄道会社ってのは税金を使って大昔から線路を引きました。線路の終点には何がありますか。皆さん大体遊園地か野球場があるわけです。そこに行く人たちはみんな日銭で乗ってくれるわけです。前は切符を買ってくれた、いや今はスイカやパスモかもしれないけど、それは前払いしてんですよ皆さん。さあ、まあスイカやパスモは1回に入れられるのが確か、2万円までですけれども、だからといって2万円その日に使いませんよね。5000円とか3000円入れてる皆さんだって、3000円でチャージした後チャージのお金が1日で使えますか。安いとはいえその金利というか、金利がなくたってそのお金をマネーロンダリングしてるわけでしょ。そして駅前のビルが全部ビルになって、その中に全てオールインワンで入ってしまったので、皆さんもコンビニに行くのと同じように楽になってしまって、商店街が潰れてしまったのはみんな JR が駅ビルを作ったからじゃないんですか。そして沿線に宅地開発をして、私鉄が
家が住むとそこの人たちは定期券で乗ってくれるんですよ。これも前払いなんですよ。すなわちクレジットカードのような時代にいつもニコニコ現金払いどころかいつもニコニコ前払いというのが鉄道会社なんです。競争がないところにこういう具合だから鉄道会社が経営するホテルとか百貨店というのは得てしてうまくいかないというのはまさにこの点にあるわけであります。で今回の神対応などと皆さんおっしゃってるけど鉄は熱いうちに打てということです。まさにですね紀ノ国屋などというのも JR 東日本が買ってもともと紀ノ国屋がうまかったとは思いませんけれども紀ノ国屋のパンもはじめとしてですね誰が今買ってるかってお話なわけでございます。そして JR に入るような人たちは日本は人口が減っていくんですよ。減っていくのに JR が安定企業だと思って入ってそこに入るとみんなペーパー試験で優秀な人がなっていく。つまり警察においても優秀な現場の嗅覚があるデカではなくてペーパー試験で問う人たちが同じ署内においても昇進をしていくと同じ状況にあるということです。もう一点鉄道会社の大きな問題はまあ皆さんはまあアホは高いとこが好きって私もまあスッチー評論家をやってたりいたしましたけどもこの間も誰かがスチュワーデスッチーって言葉はヤッシーが作ったってどっかに書いてあるっておっしゃってますけどその通りなんでございますけども飛行機は皆さんもちろん時刻表もあります。他の飛行機を追い抜いて事故をしちゃいけません。でも飛行機はその天気が良くて安全であるならば機長の技量によって到着時間よりも早く着くこともできます。それはお客にとってもハッピーです。鉄道会社は決まった時間よりも早く着くことはできません。なぜか早く行ったら線路の先にいる列車にぶつかっちゃうからです。すなわち鉄道会社というのは極めてマニュアルなどとかガイドラインなどという言葉がある前から言われた通りにしていればいい紙に書いてある通りにしていればいいというですねその創意工夫というところが極めて少ない会社なんです。そして先ほど言ったように1回税金で線路を引いてしまえば日銭や前払いが入ってくる。そして競争相手がいないという形ですからこれは自由主義経済ではないという計画経済社会主義経済が鉄道会社でもあるわけです。その鉄道会社が今回全く判断ミスであれだけ大きな問題を起こしてましてや見附市だか三条市が列車をバスを提供したいと言ったのにそれをいりませんと言ってしまったような JR 東日本新潟支社長というものは東京大学を出てるのか何大学出てるのか知りませんけども大きな問題であります。そして原宿の駅も逆に多くの観光でいらっしゃる方々があれを残そうと言ってるのに長野駅だって新幹線ができるときに善光寺の形をしている建物をそれを耐震補強して使うということをしないで無味乾燥なものにしてしまった。京都の駅だって同様であります。文化ということがわからないような人は以前にお話をしましたが JR 東海の初代社長であった須田さんという大変に立派な私が尊敬する方がいますがこういう方が今果たしていないのか。こういう方は今や JR の中では評価されて責任あるポジションにつけないのか。このあたりのことをですね JR 四国や JR 九州や JR 北海道だけでなくとりわけ本州さん3会社はですねそして JR 貨物も含めて考えないと私は日本はダメだなと思っております。